はい、お疲れ様です。さあ、再評価終わりましたけど、はい、今なんか心境的なある、どうだったとか、練習でもできてたことが本番できなかったんで結構ショックっていうか落ち込んでます。まあそうですよね。俺はそのテストしてみてね、してみてちょっとなんか自分でなんか褒めるとすると、なんか思った以上にちょっとは楽しくできてたかなっていうのが、まあ自分的にはね、自分的にはまあどう映ってるかわかんないですけど、そのちょっとカメラを意識しながら表情が作れたんじゃないかなって自分ではちょっと思ってるんで、こういうなんていうんだろう、カメラが前にあって一人で何かやるってなるとめっちゃ緊張しちゃう部分があるから、自分にもっと自信を持ったらいいのかなと思います。なんていうんだろう、いや、なんか言えないこともないんですけどなんか言ってないなっていうことだったら、今回やっぱホテルでね、合宿をしてるっていうかホテル暮らしじゃないですか、今僕らで、ホテルで一人で部屋にいるときは、まあ、大体全裸っていうそれは言っちゃいけないっす、ね、だいたい風呂上がったら全裸でいてみたいな、だからトントンってたまに来るじゃんスタッフさんがなんかその明日の連絡みたいなので来たりするんですけど、それの時に結構多分時間かかってるの、来て来てとかやってるからお前結構ね、そこかな、そこが自分的には、まあ、その内緒っていうか、なんかまあ言うこともないし、なんか言ってないなっていうところの秘密ではあるかなっていう感じなんですけど、まあ、第一印象みたいなのを聞きたくて、でも顔見た時に、あ、最年長の人だって分かったんで、おお、俺黒髪にしても、あ、分かりました、分かった、分かりました、分かりました。なんでなんか、結構なんだろうな、優しそうだなと思ったけど、喋りかけづらそうだなと思いました。まあそうでしょうねまあそうでしょうね。なんか写真とかだと結構なんかちょっとやんちゃっぽいのかなとかって思ってたけど、なんかその登場してきた時に多分初めてね、目当てっていうかなんかあったんですけど、まあめちゃくちゃ緊張してるなって伝わったわけなんか笑顔がめっちゃ引きずってたのだから今だから引きずってない笑顔に、ね、なったのはなんか、まあみんないたしねっていうのもあるとは思うんですけど、なんか本当になんか可愛いなと思ったね、普通に見た感じ。とりあえず人懐っこい、っていうところと、あとなんか本当にでも頑張り屋さんだなって思う。自分からしたらお兄さん的存在で、自分がちょっと辛くて落ち込んじゃってる時も、ずっとなんていうの、そばに来てくれるからやっぱり、まあ実は実はやっぱり本当、いや、ザ優しいって感じですね。いや嬉しい。いや、こうやってなんか結構緊張してる感じで可愛こぶってますけど意外と言いますからね、こう意外と普通になんかめっちゃ今多分仲悪そうに見えて結構本当に仲いいですよ今、はい、めっちゃ仲いいと思います。なんでね、もっとなんか仲を良くして、はい、これからなんか頑張っていきたいと思います。で、はい、頑張りましょう、頑張りましょう。お父さん見ててください、見ててください。ありがとうございました、ありがとうございました。頑張りまーす。